これは夏の一大事その10です。待って、ピカリ、ピカリが楽しいことを考えるプロなら私は達人を目指そう。うぴょ、素敵宣言。初めての土地、初めての学校でピカリがたくさんの初めてを教えてくれた。行きます。イエッホー。嬉しいとか幸せとか楽しいとか大好きとか、そんな気持ちをいっぱい感じた。だからまだ気づきたくなかった。いつかその日が来ることに。この先どんなことがあっても、どれだけ時間が経っても、てこと出会った今年が特別な年だってことは変わらないよ。